高身長選手。高身長選手とはプロ野球の平均身長180センチを大幅に上回る選手のことを言います。ここ数日、巨人の高卒ルーキー秋広優斗選手が実戦で結果を残し猛アピールしています。この秋広選手の最大の特徴は2メートルに達すると言われる身長です。これまで日本人のプロ野球選手で身長2メートル以上の選手は後のジャイアント馬場となる馬場翔平投手以来となります。また秋広選手のバッティングフォームは身長193センチの大谷翔平選手を彷彿とさせると評されるなど、将来の活躍に注目が集まっているんです。そこで一つの疑問が生じました。高身長の選手が活躍する確率は何パーセントなのか。というわけで今回の動画は歴代高身長選手ランキング、そして高身長選手が活躍する確率を検証したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。歴代高身長ランキング、早速歴代高身長ランキングトップ10を紹介していきたいと思います。8位タイ、こちらの4選手が196センチで8位タイとなりました。ダルビッシュ投手はもはや説明の必要がない大投手、国吉投手は最速161キロの直球を武器に DeNA の中継ぎ陣を支えています。 C の投手は19年に層の厚いソフトバンク中継ぎ陣に食い込み36試合に登板、アドゥバー投手は18年に53試合に登板し広島の優勝に貢献しました。続いて6位タイ、6位には2人の選手がランクイン。金石氏は広島、日本ハム、巨人を渡り歩き現役生活16年で通算72勝をマーク。藤浪投手はルーキーイヤーから3年連続2桁勝利、2015年には14勝221三振を奪い初のタイトル最多奪三振を獲得しました。しかしその後は制球難に悩まされ年々成績が悪化、19年にはわずか1試合の登板にとどまるなど辛く厳しい時期を過ごしましたが、2020年シーズン中盤からセットアッパーを任され安定した投球を披露、復活の兆しを見せました。21年からは再び先発として再起をかけます。4位タイ、4位も2人の選手が同時ランクイン。南投手は10年にドラフト3位でソフトバンクに入団、13年に育成選手となり14年に戦力外通告を受けました。大久保投手は2018年育成ドラフト2位で西武に入団、現在成長中です。続いて2位タイ、2位タイにも2人の選手が同時ランクイン。秋広選手は二松学舎大学附属高校から20年ドラフト5位で巨人に入団、高校時代は投手として最速144キロ、打者としても高校通算23本塁打をマーク。ただ巨人の原監督はサードとして育成する方針を示し内野手として選手登録されました。阿部投手も札幌大谷高校から20年育成8位で巨人に入団した新人です。では栄えある第1位を発表しましょう。第1位は馬場翔平投手。1955年に巨人に入団、5シーズン巨人に在籍し通算成績は3試合で0勝1敗防御率 1.29。 プロ野球引退後はプロレスラーに転身しジャイアント馬場として国民的スターとなりました。なお馬場投手の身長はプロ野球選手時代の選手名鑑には203センチと表記されていましたが、プロレスラー転身後さらに伸びて209センチになったとのことです。11人のうち2000年以降に入団した選手が9人と、日本人の平均身長が高くなるにつれて高身長選手も多くなっている印象ですね。ちなみに外国人を合わせると2014年に楽天に在籍したファンミルが216センチでプロ野球史上最高身長選手となっています。活躍確率、今回は歴代現役合わせた194センチ以上の日本人プロ野球選手14人の中で里崎指数 B 以上の評価を得た選手を活躍したと定義します。最初は190センチ以上にしようと思ったのですが、190センチから193センチまでの選手がとんでもなく多く、歴代選手も合わせると集計がすごく大変になるので今回は194センチ以上にさせてもらいました。里崎指数で B 以上とは、野手規定打席到達100試合以上出場、投手規定投球回到達40試合以上登板です。では発表します。194センチ以上の高身長選手14人の中で B 以上の選手は6人、活躍する確率は 42.8% でした。以前の動画で強豪ドラ1が活躍する確率を検証したら 53.8% だったので、それよりも低い数字となりましたが、この14人のうち9人が現役で今後の活躍が期待される選手も多く、数年後この数字が上がっている可能性は十分にあり得ます。このことを差し引いてもすでに 42.8% が活躍している、この数字はかなり高いと感じます。
またランクインした選手はほぼ投手。バッターとして A 評価の高橋聡氏、阪神藤谷選手ももともとは投手としてプロ入りしており、秋広選手も高校時代は投手です。高身長選手のメリット、高身長選手のメリットはまずパワーを出しやすいということが挙げられます。ソフトバンクのトレーニングアドバイザーストレングス担当の高西先生は、パワーイコール力×速度で決まるとし、速度は骨の長さで決まるため、パワーを出すという点では身長が高い選手の方が有利だと語っていました。また高身長投手のメリットとしては、身長が高いことでより打者に近い距離からボールをリリースすることができます。マウンドからキャッチャーまでの距離は 18.44m。 身長が高かれ低かれ、どの身長の選手も同じ位置から投球を行うので、高身長の選手ほど前にステップ幅を取ることができ、より前でボールをリリースすることができます。阪神の藤浪投手は高身長の利点を、このサイズのおかげで打者との距離を詰められる、ここが一番の長所だと思いますと語っています。また高身長のメリットは角度とよく言われます。高身長だとリリースポイントが高くなるので、高身長ではない選手より角度がつき、バッターが打ちづらいという指摘です。しかし低身長でもステップ幅が小さく、真上から投げ下ろすタイプだと角度があり、高身長投手でもダルビッシュ投手や藤浪投手のようにステップ幅が大きく、スリークォーター気味に投げる投手は角度がなくなるので、必ずしも高身長イコール角度があるとはなりません。藤浪投手もみんなが言うほどの角度はないと思いますと語っていました。高身長のメリットをまとめると、1、パワーがつきやすい、2、リリースポイントが近い、この2つの物理的な理由もあり、高身長選手は子供の頃から投手を任されることが多いのかもしれません。高身長選手の苦悩、続いて高身長選手の苦悩を3つピックアップさせていただきました。1つずつ紹介していきます。頭をよくぶつける。日本の建物や乗り物は平均的な日本人に合った作りをしているため、高身長の人は部屋の出入り口で、キッチンで、電車で常に危険と隣り合わせです。油断していると頭をぶつけてしまうので、日常生活でさえ常に気を張り巡らさないといけないため大変です。服のサイズがない。高身長の選手は体のサイズも大きいため、一般的なアパレルでは服のサイズがありません。以前トラバンの YouTube チャンネルで、元阪神今成氏が阪神選手の突撃ファッションチェックを行った際、藤浪投手が出演。藤浪投手はパンツとかサイズがないんですよと悩みを打ち明け、今成氏が服とかどこで買うのと聞くと、藤浪投手は阪急メンズ館が多いですと回答しました。阪急メンズ館ではなかなか自分に合うサイズがない男性たちのために、大きいサイズの紳士服 L&T を展開しており、藤浪投手もメンズ館に行けばふらついている時もあると話していました。目立つ。高身長の選手は全体練習でも目立つため、ファンやカメラに一瞬で発見されます。またプロ野球選手の平均身長は180センチですが、日本人の一般男性の平均身長は172センチなので、街中を歩いているとものすごく目立ちます。これらの苦悩もあり、逆に高身長がコンプレックスになっている選手も多く、藤浪投手は一部プロフィールで198センチになっていることについて、嫌なんですよ本当に、僕は逆にサバを読みたい、それなのに1センチ高くなっている、情報は正確に伝えてくれないと困りますよと嘆いたと言います。というわけで今回は高身長ランキングと高身長選手が活躍する確率検証させてもらいました。高身長の野手は歴代でも少なく前例もないので、秋広選手にはぜひ将来活躍していただいて歴史を作ってほしいですね。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。